Ladies and gentlemen, the premier. I 肉搏的。这个皆さん、どうお会いするつもりです。それで明日は就職してから1周年に経ちまして、特にことはとても喜んでおります。ですから皆さん、もしよろしく。去年の10月に確か院長に質問したいことがたくさんございますので、なるべく時間を割いていただきたいというふうに考えています。それではまず就任换句话说，我们这个一年来是面对了很多的挑战，但是我们整个的内阁都能够使大家发挥团队的精神，很顺利的把它维持，这是我觉得很值得安慰的事情。今までは順調に過ごしておりましたことを皆さんにご報告いたします。アメリカのクリントン大統領が先に訪中しまして